はい、相手はアメリカウィスコンシン州のハイ・マジカーブさん。パーティーはファイヤロー・ズルズキン、トリトドン、ラシャンをギルガルド、ケシン・ボルトロス。メガ進化するのはラシャンだけ。威嚇が一枚で、こちら選出はジャラクス・ガルール、相手選出はボルトロス・バシャン。なるほど、そうくるか。相手の方がメガ進化遅いってことは、全然スバイス打ってないですね、相手。場所はあんまり。ああ、滝の場で選んでしまった。5つ目ではないのがちょっと救いか。
初めて弱点保険が一番有効に働くシーンかもしれない。これは先制技は相手いったかな。先制技持ちはバカリティを取り除く、紙面をバシャモに。いやこれでもどうなの、バシャモの方が早いってことはまだないね。加速はまだ2回か3回かも、まだ元の素早さ戻ってないはず。逆転保険、能動的に自分で発動することがまあ基本できないアイテムで、相手の攻撃に依存しちゃうので、割と耐久厚めに振ってないと使いにくかったり、不気味な持ち物なので、やや使いにくいんですけど、決まると気持ちいいです。ああ、ただ厳しいな、これ。どうすりゃいいんだ。威張る？マジかよ。これ厳しいな。10万とブレバーでも死ぬ。こうするしかないけど、馬車はもうな、攻撃一晩で187、59中、相手がブレイブバード、命の弾で威嚇1回入ってる。ちょっとダメージ計算してないですけど、ワンチャンも耐えないかもしれない。こうするしかない。ダメだ。組む構築全部サンダーとかボルトロスとか電気タイプが重くなるんで、地面タイプレレージュランドロス入れたいんですけど、さっさとジャパンカップ結果出てマスターボールもらって捕獲したいところです。対戦ありがとうございました。